ブエナスタルデスアミゴス、どうも PJLL のバハロンです。はい、ちょっと2日ほど動画上げてませんでしたけども、皆さんね、この2日間にもいろいろなプロレス界の動きが出ていたと思います。そんな中ですね、このPJLL、 YouTube チャンネルの PJLL なんですけれども、皆様のご協力の賜物といいますかですね、なんとチャンネル登録者数が100人を超えました。ありがとうございます。はい、G1 前からですね、今年の2018年の G1 クライマックス前からこう G1 のね勝敗予想などを始めて、動画をね投稿してきたわけなんですけれども、約4ヶ月ですかね、4ヶ月かかってようやく100人突破、3桁に乗ったということでございます。ありがとうございます。まあね、他のその人気な YouTube チャンネルとかと比べればね、当然4ヶ月もねかかるで100人超えるというのは遅いというような評価になるかとは思うんですが、まあ、僕の中ではね、大事な、なんていうんですか、このチャンネルを見てくれてる人がね、少しずつでも増えてくれるっていうのはね、すごく嬉しいことです。はい、まあ、本当はね、こんなに行くものなのかというふうには思ってましたが、おかげさまで100人をね、こういうことができました。で、4ヶ月かかってですね、100人をですね、超えたんですけど、まあ、ちょっと何がどうなったかよくわからないんですけど、この2、3日でですね、なんかいきなり登録者数がですね、50人ぐらいいきなりバワッとまた増えてですね、さっき見たところだと、今日が2018年の11月16日なんですけど、さっき見たところだと159人チャンネル登録者数がね、もうありがとうございます、本当にね。以前ね、配信方針みたいな動画を上げさせていただいて、まあ、そこでも言ってるんですけど、ここでまたね、おさらいっていう意味じゃないですけど、一つ言っておこうかなというのは、まあ、プロレスファンの数だけプロレス好きなね、プロレスあるだろうし、まあいろんなスタイルでね、プロレスを楽しんでらっしゃる方がいると思いますので、まあ僕はこのチャンネルで僕が好きなプロレスの見方とかスタイルとか、まあそういったものをね、喋っていくという感じになりますので、まあ当然合わないね、人がいるのも、まあ頷けるという感じなんですよ。まあなので、みんな、プロレス好きのね、皆さんと、が納得するようなことを毎回、言っているわけではないので、当然、てめえ何言ってんだ的なね、感じで見てしまう人もいると思うんですが、まあそういった時はもう、前も言いましたけど、低評価ね、ブーイングっていう意味で、低評価をね、押してもらえればいいのかなと思ってます。で、まあ、なかなかその話には納得できるとか、まあ自分もそう思ってるとか、面白いなというようなことがあれば、当然高評価をしていただければなというふうに思ってます。はい。まあ本当はね、もう僕もみんなに好かれたいですよ。本当はね、僕もみんなに好かれてね、もうバンバンね、もうチャンネル登録者数が増えて、うわーいっていう感じにしていきたいですけど、まあさすがにやっぱり、僕も、なんて言うんですかね。すべてのプロレスを許容できるほどですね、ちょっと人間ができていないので。やっぱり好きなプロレスの話、僕が好きなね、プロレスの話をしていきたいし、まあ、そういったものを追求していきたいなというふうには思っているので、はい。まあ皆さん今後ともね、ぜひよろしくお願いしたいなというふうに思ってます。今後も、まあ、こんなね、シナリオがあったら素敵だなというような、妄想シナリオシリーズとかね、そして自分のね、好きな選手だったりとか、まあ、このレスラーがこんなストーリーで進んでいったら最高に
面白いだろうなっていうような、まあ丸々ファンの俺得シナリオみたいなね、まあ内藤ファンの俺得シナリオとかね、ケニーファンの俺得シナリオ、棚橋ファンの俺得シナリオとかいろいろあると思うんですが、まあそういったのもねどんどんこう発表していきたいですしっていう感じでやっていきたいと思います。まあ時にはね、苦言を呈するようなこともあるとは思いますし、まあ推しのレスラーが批判されている風に感じてしまえばですね、まあ面白くないなと思うような人もいるかとは思うんですが、まあ、今後もこのスタイルは崩さずにねやっていこうと思います。でご意見ご感想なんかはぜひねコメント欄にお寄せいただいてと。今のところはまだねそんなすごいコメント数が来てるわけじゃないので、まあまだまだ僕が空いてる時間でちょいちょいあのコメント返しとかねできる状況にはいますので、まあこれがね今後どうだか分かりませんよ、うん。もしねもう万人を集めるようなチャンネルになってしまったらですね、さすがにこうね万人から来るコメント一個一個にコメントしたりとかはできないかもしれませんのであれなんですけどね。まあ、そういった形で無事100人を突破して、次はですね、1000人、ですね、1000人を超えるとですね、1000人を超えるとようやくその広告収入が入る審査を受けられるみたいな感じになりますので、まあそこでもし広告収入ね得られるようになればですね、このマスク、まあオリジナルなマスクなんですけれども、まあこれをですねまたちょっとプロの方にお願いしてですね、新しいマスクを作ったりとか、いや本当はね、もう一個マスクを作る予定ではいたんですが、最近ちょっとグッズを買いすぎてですね、グッズを買いすぎてですね、マスクにかけるお金がですね、ちょっとなくなってしまいました。いや、もう新日本さんがね、どんどんいい、欲しいグッズを出すもんだからね、もう、ちょっとね、これ買っとかないとなーっていうのが多すぎて。いや、もうお金がね、なくなってしまいました。はい。まあ、作ろうと思えば作れるんですけどね、意外とこのあれなんですよ、やっぱこのプロ仕様のマスクっていうのをですねオリジナルでお願いするってなるとですね、結構なお金が必要となりますので、はい、そういう感じでね、もし広告収入が来たらね、こういうマスクをね新しいの作ってみたいなと思ってます。これちなみによくねやっぱプロレス会場でマスクとかをしてると、こう武士選手のマスクだと思われるみたいで、よく間違われるんですけれども、これ一応オリジナルなんですよ。はい、自分でデザインして、プロのねマスク職人の方にお願いして作ってもらってます。まあそろそろねちょっと新しいの欲しいなと思いながらやってるんでね、皆さんぜひ次はちょっと1000人までご協力いただければというふうに思っております。でちなみにこのチャンネル名なんですけども、PJLL っていうチャンネル名なんですが、これも当て字というか、まあもともとですねこの PJLL をやる前にですね、まあ、自分の名前からちょっともじってですね、鳥日本プロレスっていうグループ LINE のねグループをちょっと作って、身近なプロレス仲間といろいろやってたんですけど、プロレスの話のやり取りをねやってたんですけど、まあそれをですねちょっとスペイン語に Google 先生で無理やりスペイン語に翻訳したら、鳥っていうのが確かパハロっていうのが出てきたんで、パハロハポンでルチャリブレ、これの頭文字を取って PJLL と、はい、いう風になってますので、で僕の、まあ、リングネームというかですね、これはパハロンという形になってますので、今後とも PJLL のパハロンをぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、で今日はねこの後4本ぐらいは動画撮れると思うので、まあその動画をねまた明日以降1本ずつ上げていきたいと思います。まあちょっとね仕事本業今のところそっちの方が本業なんであれなんですけど、本業の方の仕事がですね、まあ最近ちょっと忙しい時期というか、まあ忙しくなってきているので、
なるべくね、毎日1本は動画上げたいなというふうには思ってるんですが、まあそうもいかない部分がありますので、基本的にはこう休みの日にまとめ撮りして、それを1日ずつこう出していくというようなスタイルで今後もしばらくやっていくと思いますので、まあ動画がない日もね、今後出てきますが、まあぜひそういう日はですね、過去の動画遡っていただいたりとか、この PJLL というですね、YouTube に、まあ、プロレスのね、こと喋ってるチャンネルがあるよというのをね、皆さんのブログなりね、SNS なりで拡散していただくとか、そういうことにね、ご協力いただければなというふうに思っております。はい。なので、無事、3桁突破いたしました。今後も、まあ、気に入らないこともあるでしょう。でも、面白いなと思うこともあるでしょう。まあ、ぜひそんな、一喜一憂を、そしてプロレスにおける一喜一憂も僕と一緒に分かち合っていただけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴアディオス。